愛車のカーナビで映画、アニメ、YouTube を見たいんです。普段のドライブ、運転時間に見れたらもっと楽しくなりませんか？そんな時には簡単にケーブル1本でカーナビを Android 12化して、Netflix や YouTube といった動画を楽しめるようにできちゃいます。それが KO エンジニアリングから発売されている APP キャスト。最近販売されてる自動車メーカー純正として多く採用されてるディスプレイオーディオはネトフリ、アマプラ等の動画配信アプリケーションに対応してません。この製品をディスプレイオーディオへ接続するだけで見れるようになっちゃいます。ただネトフリや YouTube の動画を見る場合にはテザリング等でネットに接続する必要があります。またミクロ SD スロットもあるので SD カードに動画入れたら動画を再生して見ることもできちゃいます。細かな仕様を知りたい場合には公式ホームページか箱の裏面に書いてあるので見てみてください。そしたら開封してきましょう。オープン。説明書になります。設定方法など記載されてるので安心ですね。わからなくなった時に見れるように捨てずに保管してください。この袋に入っているのが本体になります。結構薄くてコンパクトな大きさですね。本体横にコネクトやスロットがありますね。ここがマイクロストのカードのスロットになりますね。あらかじめ SD カードに動画を入れておけばスロットに挿して動画視聴もできます。ケーブル刺さるところ、イヤホンさせるところになります。その他には接続用のケーブルがついてます。 USB-A と C であれば接続できちゃいますね。それでは実際に車に取り付けていきたいと思います。ケーブルを本体に挿します。反対側をカープレイの読み込み口に挿して接続します。本来であればスマートフォンを接続するところになりますね。これでセット完了です。邪魔にならないところに置いておきましょう。車のキー音で電源が入ります。カープレイも起動するので読み込まれるまで待ちます。同意します。これで接続完了です。もう画面は Android スマホと一緒ですね。アプリのアイコンも分かりやすくていい感じですね。 Wi-Fi 設定でネットワークにつなげる設定をしていきます。スマホ側ではテザリングを行います。スマホのプランも使いたい放題のプランだと気にせず使えますね。カープレイ側ではテザリングのスマホを探していき選択します。見つかったら選びます。テザリングしてるスマホの設定してるパスワードを入れてきます。入れたら右下のチェックマークをタップします。スマホと接続されるとこんな感じ、接続済みになりましたね。これでテザリングを利用してネットにつながった状態になります。 Google マップも見れちゃいますね。 YouTube だって見れちゃいます。操作もサクサク動いていつでも動画が見えちゃいますね。気になった方は概要欄に購入先リンク貼っておきます。それでは以上になります。ご視聴ありがとうございました。